今日もですね、動画を見ていただきありがとうございます。で、今日はですね、結構年配の方は、じっとしてる方ね、高齢者の方とじっとしてる方って結構多いと思うんです。で、じっとしてて急にですね、急にね、何かをじっとしてた、持とうかなとか、なんか持って、で、移動しようとして、特にひねる動作とかね、移動しようとして、ひねる動作とかするときに腰をやっちゃうとかね、する方って結構多いんですよね。で、特に寒いときっていうのは結構ですね、体がですね、冷え切ってると、ちょっと怪我をしやすいっていうのもあると思うんです。で、今日はですね、その冷え切ったですね、体をですね、少しほぐしてから、起き抜けでもいいんです。ほぐしてから起きようとか、ちょっとね、体を温めてから起きようとすると、すごく体に負担かからないというか、そういうのがありますので、今日はですね、そのことをちょっとね、やってみたいと思います。まずですね、ちょっと仰向けになってもらって、で、右足を立ててみましょうか。で、両手で頭の後ろに置いてみます。で、そのまま右に倒したり、右左右左右足立てて右に左にという形で、こういうのはね、少しこうやってみてください。右左で、少し動かして体をちょっと温めたりですね、してみてください。右左で、少し体温かくなってきたなと思ったら、今度は逆にしてみましょうか。今度は左足を立てて、右に左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 右に
もらった。そうするとこうちょっと体がね温まって、あの次の動作をするときもね楽だと思いますので、ぜひですねこの寒い中は時はねこういうことやってもらうといいと思います。ありがとうございます。